こんばんは。今日はね、1月の14日、え月、ああ、火曜日。えー、もうね、あと5分で、えー、9時になります。<laughs> はい、テイクッバタかよって感じですかね <laughs>。えー、今日のね、ヤフーオークション、届いたもの,の紹介なんですけども、えー、これ違います。自動車保険のやつ関係ないですかね。こちらです。商品名ね。えー、グッズとかね、T カード。 スンペのデザイン T ーカードということになっています。はい、こちらになります。スンペの T カード、えー。デザインされています。はい、こちらもちろん、あの、未登録、未使用の新品です。で、Yahoo で、オークションで見たら約ね、2000円ぐらい。それでもう一品、2件ありましてね、これと、もう一つ高いやつがありました。高いのは別にいらないんで、こっちの安い方にしました。 同じ未使用のやつなんで。コウミとスインペ、まだ若いですよね。今も若いですけども、20代前半って感じかな。今ちょっとね、これ、あの、シリアル番号が出てるんで、ちょっと隠してみます。こんな感じでね、なっております。はい。裏面がこんな感じですね。まあ皆さんね、T カード持ってる方はわかると思います。 <laughs> こんな感じです。これもね、一応、あの、表の、えー、シリアルナンバーのね、若干薄く出てるんで、ちょっと隠してみます。で、もう一枚あります。ちょっとピッチラッと見えてますけどこれは、えー、いきますね。はい。スニーピョの T カード。えー、17年3月末まで550円。税込み。ということで、あ、このタイプはあれかな

のの時の衣装です、ね、はいその時の衣装なんで、まあ、20代前半の時ですまあ記念はねもう終わってますんでもうサイン色紙はも,うもらえませんと思いますあもう終わってるね多分 裏はねこの詳細に関するやつですね。なかなか、これいつ出たんかな俺全然知らんねんけど。持っておくといいかもしれないですね。まあ、まあ多分こんなんもう見ると手に入らないと思うんで。SNP <laughs> ファンなら、えヤフー、Yahoo! オークション。まあ、他のサイトあのー、なんだっけ。 なんとか、なんとか <laughs> とか、まあ、検索してみると多分あるかもしれません。多分ヤフーにはね、もう一個高いやつが残っているはずです。番安いの見つけたんで、そちらで購入しました。いや、いいっすね。こういうのも。 自分はあまり T カードってのは使わないっちゃ使わないですね。えー、ファミマか。ファミマぐらいかな。でも最近よくファミマ行くことあるんで、まあよく出していますけども。まあローソンとかはね、えー、D カード ?D カードつていうかあのドコモのね、ポイントカード使えるんで使ってますけども。<laughs> ではね、以上。今日の、えー、届いたもの紹介。新品で、スインペの、えー、T カード。これは安く、えー、売られてたんで購入しましたというお話です。動画です。いやご視聴ありがとうございました。多分ね、これ、スインペ以外にもいろんなアニメキャラとか声優さんの T カードがあ,りあるみたいです。あのー、 ディゼロのやつとかなんかいろいろありましたよ。どっかで見たんやけどな、それ。なんかいろいろね、なんかアニメとか声優さんとか載ってるこの T カードがあった。うん。よかったね、なんかあのー、いろいろ調べてみると出てくるかもしれません。多分今もう売ってないんじゃないかな、そういうのうん。はい。では。 今日はこの辺で、えー、おさらばしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。